みんなの森岐阜メディアコスモスは岐阜県岐阜市にある岐阜市立中央図書館を中核施設とする複合施設である。2015年7月18日開館。メディアコスモスは図書館機能、地域交流機能を持つ複合施設、公益文化施設であり、岐阜大学医学部、附属病院跡地の市街地再開発事業として整備された。JR 岐阜駅や 名鉄岐阜駅から約2トル北に位置し、岐阜城がそびえる金華山の麓に位置する。敷地の南側には公的機関が集積している。1958年開館で2015年に閉館した岐阜市立図書館、本館1958年に開館した岐阜市立図書館本館は開館から50年以上が経過していた。エレベーターがないなど、 バリアフリーに対応しておらず、図書館の専用駐車場はなく、午前10時から午後6時という、開館時間は勤め人にとって利用しにくかった。閲覧席は少なく、建物の老朽化が深刻だった。1996年に、可能分室が可能図書室となった以降の岐阜市には、岐阜市立図書館本館といくつかの図書室があったが、 2002年1月には、可能図書室を移転して、JR 岐阜駅東高架下のハートフルスクエア G に、岐阜市立図書館文館が開館した。2002年度の文館の蔵書数は、約16万冊の本館に対して、約7万冊だったが、貸出冊数は、約16万冊の本館に対して、約50万冊、利用者数は、 約5万人の本館に対して約18万人と新しくて立地の良い文館は新たな利用者層を掘り起こした。一方で2002年度の本館の貸し出し冊数は増書数約5万冊の長盛り図書室をも下回った。2004年の岐阜市立図書館本館の増書数は約20万冊であり、同じ岐阜市内にある岐阜県立図書館の約1、個だった。 一つの文館といくつかの図書室があるものの、借りた館でしか図書の返却ができなかった。1995年以前から書庫不足の状態が続いており、1年間に8000を購入しても7000冊を廃棄せざるを得ない状況だった。全国にある人口20万以上の133、自治体の中で本館の延べ床面積は122位、蔵書数は123位と、 いずれも会に低迷していた。設計を担当した伊藤富尾岐阜氏は公共施設の最終役や中心市街地の活性化などを図る司の町夢プロジェクトを計画した。プロジェクトの第1期には岐阜大学医学部跡地に新図書館を建設し、第2期には新図書館の南側に岐阜市役所新庁舎を建設し、第3期には 現行の岐阜市役所本庁舎後に市民文化ホールを建設する。プロジェクトの財源には国からの補助金、蓄えてきた基金、有利な記載を最大限に利用している。2005年度に基本構想を策定し、2010年度に基本計画を策定して設計者を選出した。設計プロポーザルには全国から70人の応募があり、まずは 選考委員会が3社に絞ると、2011年2月6日の公開プレゼンテーションで伊藤富夫建築設計事務所を設計者に選出した。伊藤は仙台市民図書館を内包する仙台メディアテークや多摩美術大学八王子図書館の設計者でもあり、後の2013年にはプリツカー賞を受賞している。2012年度時点では総工費を100億円と、 見込んでおり、国からの補助金などを活用することで、岐阜市の負担は約30億円となる予定だった。しかし、最終的な総事業費は125億円に膨らんだ。木造講師屋根の実物大模型岐阜市は2013年度末の工事完成、2014年秋の開館を目指していたが、耐火構造などの点が問題視された。 国土交通省からの認定取得が遅れて着工がずれ込み、開館予定時期が2015年春に延期された。また、うねりのある木造屋根など特殊な構造が影響し、2013年2月には本体工事の一般競争入札に参加申し込みをしていた共同事業体すべてが辞退。このために入札が成立せず、開館予定時期が再び遅れて2015年夏。 以降となった。2013年6月の岐阜市議会ではメディアコスモス関連の議案が賛成多数によって可決されたが、日本共産党議員などからは巨額の予算をかけることに疑問の声が上がっている。5月30日に行われた2度目の入札では、戸田建設、大日本土木、市川工務店、ひなや建設者共同事業体の落札が決定し、7月に 施行を開始した。2014年2月の岐阜市長選挙では、現職の細江茂光以外の2候補が、検証が必要と訴えたが、細江は、僅差で4期目5000を果たしている。メディアコスモスの整備に、多額の費用を投じるため、岐阜市の2014年度一般会計予算案は、過去最高の約1583億円となった。 講師場の屋根の組み立ては2014年6月末から9月末まで約100日間を要しており、約8500人区が参加している。建物は2015年2月12日に竣工し、その後内装工事が行われて書籍が運び込まれた。2011年度には施設名称の全国公募を行った。百八十六点の応募作品の中からメディアコスモスに決定し、 その保義フ死によって、みんなの森が添えられている。オープン後の館内表示、案内サインへの活用のほか、施設及び施設が行うイベント等の広報ツールとして、2013年8月8日から9月27日にかけて、ロゴ及びシンボルマークを募集され、3名の外部、選考委員により選考された作品に一部修正を加えたものに決定した。館長も、 全国公募が行われ、2015年4月には、吉成忍が就任した。吉成はこの時まで、岩手県の NPO 法人、岩手子ども環境研究所で理事長を務めており、2003年から7年間は、岩手県立児童館岩手子どもの森の館長を務めている。2015年3月29日には、寄付私立図書館本館が閉館し、移転準備期間に入った。 岐阜市中心部におけるメディアコスモスの一開館日の2015年7月18日は悪天候だったが約300人が開館時間を待って行列を作りこの日には家族連れなど約7700人の来館者で賑わった晴天となった7月20日には約300台の駐車場がほぼ満車となり岐阜市外から訪れる人も多かった 7月18日から20日の3連休中には約2万5000人が訪れており、開館から20日間で計10万人を超える来館者があった。開館から1ヶ月時点で新図書館の1日あたり貸し出し冊数は4400冊だった。休館時代の2014年度は1日あたり580冊であり、新館の貸し出し冊数は休館の7.5倍に上っている。 ホールなどを含めた施設全体の入場者は約16万7000人であり、1日平均は5300人に達した。開館から1ヶ月半で新規登録者数は1万人を超えた。40歳以下の貸出者率は59.6%であり、2014年度の29.7%から倍増している。開館3ヶ月の貸出者数は 休館の約7.4倍となり、40歳以下の割合が60.7%で休館の2倍以上となった。この期間中の新規登録者数は約16,500人であり、うち4割は22歳以下である。開館からの3ヶ月間には教育委員会など60を超す団体が視察や見学で訪れた。 10月16日までの約3ヶ月間の図書館の入館者数は38万776人であり、1日平均では4327人だった。友好協力協定を結んだ中国の公衆図書館岐阜市は1979年から中国の公衆市と友好都市協定を結んでいる。2015年8月8日には岐阜市立中央図書館が公衆図書館と 有効協力協定を結んだ。公衆図書館は約430万冊の蔵書を持つ中国有数の図書館であり、職員の相互交流、書籍の交換、交流活動などを行うという。2015年から岐阜市美術展はメディアコスモスで開催されている。岐阜市は2014年12月からカフェレストランの出展者を募集していたが、 出店を検討していた3社は空間の狭さなどを理由にいずれも辞退したため2015年7月に施設が開館してもカフェレストラン用の空間は空いたままとなっていた岐阜市は2015年3月に出店者を再公募し9月29日にコーヒーチェーン店のスターバックスと基本協定を締結した契約期間は三年間で二千十九年三月末までの三年間で あり、スターバックスとしては、岐阜県8点目、岐阜市4点目の出店である。公立図書館内としては3点目の出店であり、カルチュア・コンビニエンス・クラブが運営している、竹尾市図書館、歴史資料館と海老名市立中央図書館に出店しているが、公立図書館内に出店する、初の直営店となった。2016年2月24日に開館した、スターバックスは、 建物との一体感を重視し、テーブルや天井に、ひだすぎを使用している。2015年末には、岐阜市民が選んだ、2015年の岐阜市政中、大ニュース第1位に、みんなの森岐阜メディアコスモスの開館が選ばれた。2016年1月には、原健也が担当した、ピクトグラムなどのサインが、日本グラフィックデザイナー協会による、ジャグダ小環境、空間部門に選ばれた。 2016年5月9日には年間目標に設定していた入場者数百万人を達成した。2016年には照明学会による照明デザイン賞最優秀賞を受賞した。優秀賞にはザリッツ・カールトン・京都やローム・シアター・京都などが選ばれているが最優秀賞のメディア・コスモスは他を引き離す高得点だったという。 2016年7月9日から8月21日には、開館1周年記念事業が開催された。開館からの1年間の来館者数は120万人を突破している。2016年秋には、長良橋通りの若宮町交差点にイコール金、宝町交差点間の約800メートルをトランジットモールとする社会実験を行った。歩行者天国で、 フリーマーケットなどを開催し、メディアコスモスと柳瀬商店街の関与性が高まるかどうか調査した。東側の金華山から望む外観構造は、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、木造の根構造であり、2階の床面までは、鉄筋コンクリート作り、2階の鉄骨マディオン柱と、外周の T 型柱で木造屋根を支持している。壁面は、 鉄筋コンクリート耐震壁と後半耐震壁を併用している。建築面積は7363.84平方メートル、延べ床面積は15295.04平方メートル。建物は東西90メートル、南北80メートル、地下1階、地上2階建てであり、高さは16.09メートルである。 ワンフロアが80メートル90メートルという広さにもかかわらず、2階は壁のないワンルームとなっている。近くに長良川があって、地下水が豊富なため、伏流水を使用した副車冷暖房を採用している。メディアコスモスは、地下水、太陽光、太陽熱をエネルギー源として利用しており、1990年の同規模建物に比べて消費エネルギーを半分に抑えている。 2015年3月には屋根の施工不良が原因の雨漏りがあり、2015年4月から2016年5月には屋根内部の結露による計19回の漏水があった。さらに屋根を支える内部の鉱材が広範囲に錆びていることが確認され、施工業者は構造的に問題なしとするものの、岐阜市は構造的に問題ないとの結論は焦燥。 建物引き渡しから2年余りで、とても通常の状態とは言えないとして業者に改善を求めている。また、同時に、2階中央図書館西側機械室で、バケツ2杯分ほどの水が床に溜まっていたことも、明らかになった。波打つ天井と鉄骨柱に支えられた、空間近海山から続く山並みを想起させる、波打つような木造屋根が特徴である。屋根の大きさは、 南北約80メートル、東西約90メートルであり、幅12センチメートル、長さ12メートル、厚さ2センチメートルの細長い日の木板を、正三角形に見えるように組んで作っている。屋根には、マウンドと呼ばれる13箇所の突起部があり、マウンドの高さは、最大4メートルである。マウンドの影響で、屋根は緩やかにうねっているが、これほど、 大きな規模のうねりのある屋根を木材で作るのは世界初である。うねりの関係で板と板の交点は直線上に並ばず微妙に曲がるため現場で実物大模型を作成して課題を解決し2万3千箇所の座標を弾き出して施行を進めた。全国から160人の造作大工が参加しており建設途中には建築関係者の視察が相次いだ。 ヒノキ板は岐阜県産の東農ヒノキである。1階の天井はヒノキ集成材のルーバー天井としており、ダクトや配管を見せる構造としている。耐火性に配慮された内装2階のヒノキ板による天井からは直径8メートルから直径14メートルまで4種類の大きさの布製天蓋が吊り下がっている。グローブと呼ばれるこの半透明の天蓋は中央部に設けられた 可動式の換気口で自然換気を行っている。グローブには全て異なる透かし模様が施されており、表面パターンは日本デザインセンターと安藤陽子デザインが共同で検討している。天外をベルマウス形状にすることで換気量を倍増させており、周期の気候条件の良い日はほぼ自然換気のみの空調となる。この天外は最高の役目も有しており、 半透明の天外が光を透過、反射、拡散させることで、自然光を取り入れた明るい空間を演出している。メディアコスモスは純房化地域にあり、また、延べ床面積は1500平方メートルを超えるため、建築基準法において、耐火建築物とすることが求められた。グローブは、難燃性のポリエステル素材でできており、グローブ本体に着塩したとしても、自己消化能力を持つ。 書夏はグローブを中心にこう描いて配置されており、その聖板と床板は炎症防止効果を持つプレキャストコンクリート作りである。すべての書夏はグループ化されており、たとえ書籍が燃えても他のグループの書夏には燃え移らない仕組みとなっている。1階には望遠加工したカーテンが引かれており、2階のブラインドには不燃加工した和紙が用いられている。藤江和子アトリエが 家具デザインを担当した。セセラギの並木、テニテオにあるオガーと、小形、石川美希子が、ランドスケープデザインを担当した。敷地内には、金華橋通りに沿って、幅30メートル、長さ240メートルの遊歩道、セセラギの並木、テニテオが設けられている。施設の前提となる部分には、みんなの広場カオカオが設けられている。これらの遊歩道と広場を合わせると、 1> 約1.3ヘクタールとなり、開放感あふれる空間を創出している。6列の並木が遊歩道を構成しており、内側の4列には、カツラが、金華橋通り側の1列には、白菓や山桃などの常緑樹が、施設側には、しでこぶしや、ひとつばたごなどの落葉樹が用いられている。金華橋通りから1列目と2列目の間には小川が設けられ、 二列目と三列目の間には、象形が設けられている。遊歩道中央部には、福音8メートルの歩道が設けられており、朝市などのイベント開催を想定した福音となっている。遊歩道の一部は施設開業前の2013年12月に先行オープンしており、2014年12月には、イルミネーションが行われた。 幅45メートルの広場の面積は2470平方メートルであり、2箇所にドライミスト発生装置が設置されている。敷地の北側は住宅地に近いため、四季によって変化が生じる樹木が植えられている。スターバックスが入っているカフェレストランメディアコスモスは、岐阜市立中央図書館を中核施設とし、その他に市民活動交流センターや多目的ホールなどを備える。 施設全体の掃除業費は125億円であり、開館者年度の目標入場者数は年間100万人だった。岐阜県出身の物理学者、増川俊秀が名誉館長に就任している。施設全体の職員数は、岐阜市立図書館本館時代の20人から71人に増えており、人件費だけで年間2億9千万円と、休館より2億円増加した。 維持管理費、約3億円、イベント事業費、約1億円などを含めて、メディアコスモスの運営には、年間最低7億円を必要とする。開館1ヶ月半時点では68%が自家用車で来場しており、バス利用者は5%に過ぎなかったため、渋滞の解消や公共交通機関の利用促進などが課題とされている。1階には、 コンビニエンスストアのローソンとコーヒーチェーン店のスターバックスが進出している。2014年6月には岐阜県においても経済産業省が主導するよろず支援拠点が開始されたが2015年7月には拠点をメディアコスモス内に移した。相談時に市所が同席するなど図書館ならではの対応を行っており、主婦や若者が企業相談に訪れるなど利用者層には 変化が見られるという。多彩な利用方法ができる1階のギャラリーやホール部分1階はホールやギャラリーなどを備えた市民の活動や交流の場であり、施設外は遊歩道が整備された広場となっている。1階の中央部は書庫となっており、その周囲に職員の業務スペースが設けられている。展示ギャラリー、多目的ホール、市民活動交流センターなど、 市民活動のためのスペースは通路を挟んだ外周にある。1階のドキドキテラスは床面が周囲よりも一段低くなっており、岐阜出身の日々の勝彦や伊藤富を建築設計事務所などによる市民向けワークショップで用途が検討された。1階にあるみんなのホールは最大230席であり、音楽コンサート、芝居、落語、講演会などを開催している。 1>, 1階のギャラリーでは絵画や美術品の展示会が開かれている。市民活動を支援する交流センター、国際交流や多文化共生を進める交流プラザなどもあり、有料貸し出しのスタジオ4室はセミナーシンポジウム、ダンス企画演奏、会合などに使用されている。グローブを中心にこう描くように配置された書か、 岐阜市立中央図書館の延べ床面積は、旧館の2000平方メートルから9400平方メートルと4.7倍になり、増所化の冊数は、旧館の20万冊から90万冊と4.5倍になっている。座席数は、旧館の130席から910席と7.0倍になった。専門書が多い岐阜県立図書館に対して、 岐阜市立中央図書館は一般向け本を増やすことで差別化を図っている。開館時間を休館時代から前後に延長している。上に文館や図書室とのネットワーク化を行い、いずれの館でも返却可能となっている。メディアコスモスの定期休館日は毎月最終火曜日のみであり、毎週月曜日の岐阜県立図書館とずらされている。 メディアコスモス2階は30万冊を収容できる開花閲覧エリアであり、1階中央の図書館部分には60万冊を収容できるガラス張りの開放書庫がある。ワンフロアからなる2階は11のエリアに分かれ、子供たちが調べ物をしながら学習できるチャイルドグローブ、親子で絵本の読み聞かせなどができる親子グローブ、貴重な郷土資料などが閲覧できるリサーチグローブなどがある。 畳が敷かれたコーナーなどもあり、くつろぎながら読書ができるなど、従来の図書館のイメージを覆している。1階の解放書か岐阜市立中央図書館の開館時点の蔵書数は約30万冊であり、最終的には90万冊を想定している。書家はグローブを中心として渦巻き状に配置されており、広さや開放感を出すために高さが低くされている。 自動エリアの初夏の高さはわずか120センチメートルである。910席の座席があり、読書や学習に適した中学、高校生の専用スペース、新聞コーナー、貸し出し前の本を携えて、金華山を眺望できる金華山テラス、視覚障害者を対象に資料の朗読サービスをする対面読書の部屋、PC の持ち込みができ調べ物や研究に使う。 研究の部屋、2から6人のグループ学習用のみんなで学ぶ部屋、子供たちが読み聞かせに集中できる独立型のお話の部屋、視聴覚資料を鑑賞できる、見る、聞くシートなどがある。岐阜市立中央図書館は滞在型図書館をキーワードとし、乳幼児、小学生の子供がいる20代、30代の親、中高生、青年の利用者層の開拓に努めている。 自動車エリアと他のエリアを隔てる壁やガラスなどは存在しない。おしゃべりや幼児の泣き声などもある程度容認しており、それらに対するクレームは想定より少ないという、来場者のうち6割は女性である。ヤングアダルト専用の談話の部屋書家ごとに、司書手作りの紹介ポップが掲示されており、司書の発案で子供司書講座や柳瀬商店街との連携などが、 事業化されている子供司書講座は、小中学生が4日間16個まで司書の仕事を体験する企画であり、レファレンス、本の分類、読み聞かせなどの技術を習得した。コミュニティ放送局の f m ワッチでは、毎月1回、小さな司書のラジオ局がオンエアされ、企画から、台本執筆から放送までの全てを、子供が担当している。 2015年10月11日には、岐阜県出身の直木賞作家、浅井良を招き、岐阜市内の中高生から募集した自作短編小説について語る開館記念イベントを開催した。大人は使用できないヤングアダルト専用のエリアが設けられており、鍵をかけてはいけないヤングアダルトのためのグループ室がある。フロアの中央部にある展示スペースには市民が作る 町ライブラリーが常設化されており、図書館の利用者を間接的につなぐ試みを行っている。2016年1月30日には町ライブラリーを提唱した急いすみじゅうを招いた講演会を行った。2015年12月には NPO 法人と協力して岐阜市の歴史や文化を紹介する大人の野学を初開催した。広報資料 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。